どこか息をを抜いていてく時間を作りもう一度あーと向き合えるという精神力と体力を回復する時間を作るこれは修行中といえるもとても大事なことなんです。 ペンネーム A 子さん、50代の女性から頂いただいお悩みです。大号師匠様こんにちは。79歳の母が昨年アルツハイマーと診断されました。覚悟を決めて優しく寄り添っていこうと思うのですが、私の言うことを聞いてくれず、人が変わったようにすごい行走をして私に食ってかかってくるので、私もつい手が出てしまいます。病気がさせているのかだからと思うように努力していますが、 こんなこともわからないのか、カッとなってしまうことが多く、手を挙げてしまうたびに落ち込み苦しく思う日々です。母の暴言や昼夜逆転の生活の繰り返しで、うつ状態になり、母の首を絞めて自分も死んでしまおうかと考えたこともありましたが、なんとか優しかった母を思い出し踏みとどまっています。これまでいろいろな家や家族の人生を見てこられた大号章様から、 これから母と向き合っていく上でのアドバイスをいただけたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。禅寺に行くと必ずと言っていいほど梅の木が植えてあります。梅というのはなぜお寺にあるのかというとそれは梅が厳しい冬の寒さその寒さの中に たとえ雪が積もっている中にも時期が来ると花を咲かせるからです。梅花梅の花、極寒の修行寺で修行僧たちはその修行の厳しさの中で一輪の梅の花をそのつぼみが開いた姿を見て 心励まされた。だから、ゼ寺ネラの修行道場には必ずと言っていいほど、梅が植えてあるんですね。さて、エイコさんのお悩み。お母さんのアルツハイマン。これはある意味では修行ですね。本当にお寺の修行以上に厳しい修行だと思います。自分の母であるが故にね。 無視できないわけです。またそれが、母が望んでそうしているわけでないから、老いという、誰もが避けて通れない人生の過程であるから、またそれが分かっているから、余計苦しいわけですね。これは、アルツハイマーという老化現象であり病の一つなんだって、分かっちゃいるけれど、 毎日毎日。しかもそれが他人でない自分の親であるがゆえに、その姿を情けなくも思い、哀れにも思い、そしてまた自分が自分の母に対してやってあげられることというのが一生懸命あったとしても、すでにアルツハインマーになった母からありがとうの一言もない。 ねぎらいの一言もない。やってもやっても終わりのない地獄のような親子の関係がそこにあるわけですね。さて、エ子さんのお悩みを読んで思い出しました。私の祖父は。やはり、僧侶として戦時中にお寺にね、一般家庭から 里子に出されてもらわれてきた子だったんです、私の祖父は。で、お寺でずっと、6歳の時にお寺に来て、その後ずっとお寺で育った人でした。その祖父にのところへ、祖母は嫁ぎ、お寺の送りとしてね、ずっとやってこられました。今みたいないい時代じゃないですから、 これはこれは大変なストレスがあったことと思います。しかもね、本当にこう、荒れ寺の伊勢湾台風で朽ちたお寺の中で、かまどで朝ご飯を炊き、掃除をし、そして寒い冬になれば寒い、非常に寒い、 隙間風がピューピュー吹くようなお寺で一生を終えて行かれた人です。で、その晩年、祖父が夜中にトイレに起きて、そして、まあ、真っ暗ですから、つまずいて転んで大腿骨を骨折します。そして最後までその後は寝っきりで亡くなって行かれました。 面白いものでね、祖父が生きているうちは、祖母とね、決して仲がいいわけではなかったんです。いつも、ごちゃ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 喧嘩なさって、決して、祖母は祖父に歯向かうことはしませんでしたけれども、何かあるとね、祖父が、ばばばーんと厳しい言葉で言って、祖母は、 かけてぶつぶつと言いながらその場を離れるという。でもそんなことがもう日常茶飯事。けれども、本当に面白いもので、祖父が倒れ、亡くなって、葬儀が終わってね、2週間も経たないうちに、祖母の様子がおかしくなったんです。そしてそこから急速に認知症が進んでいきました。もう自分の子供の顔もわからない。 私の父ですね。父の顔もわからない。誰だかわからない。けれども、いつも朝と夕方になると、どこかしらからマッチやライターを取り出してきて、そして家中のものに火をつけてしまうんです。徘徊もひどかったです。祖母からしてみれば、ずっと続けてきた、かまどでご飯を炊いてた人ですからね。そのの生活の習慣 は、どこかに残ってるんですね。ですから、ごそごそと寝ているかと思ったら起き出してきて、そして隠しておくんですけれども、どっかしらからライターやマッチを。やっぱお寺ですからね、あちこちに、あの、どこかにしまってあるわけですよ。ろうそくの火をつけなければいけないし。やはり火をつけてしまうということ。それから夜中に徘徊をしてしまうということ。でそんなことで、 家族中みんな疲弊していきますね。で、ちょうどそんな頃、私の父親が幼稚園を創立して、建て、そして、本当にその創立期だったもんですから、幼稚園の仕事でも精一杯、手一杯、そして子供たちも私たちも小さいので、そこにも手がかかる。そこに加えて、認知症がひどくなった母がいる。 そのことに随分と両親も苦しみました。けれども、やはり、その、ある時その火をつけてしまうということによってぼやが出てね。そこから、やっぱりこれは私たちの手に負えないっていうことで、えー、誰かに協力を要請しようということでですね。そして、当時はまだ珍しかった、その老人の介護施設、老人ホームにお願いに行ったんです。ところが当時はですね、 扶養家族がいるところっていうのを受け入れていただけなくて、そして別の市町村を訪ね歩いてですね、ようやっと預かっていただけるところがあって、でそこへ、えー、祖母を入れたわけですね。ところがね、たまにお見舞いに行くと、やっぱり徘徊がひどかったので、当時はこのベッドに両手足を縛られてるんです。で、もうここら辺なんかはね、もう本当に真っ赤になってる。 あまりにやっぱりかわいそうでね、なんとかして差し上げたいんだけれども、かといって連れて帰ってくるわけにもいかないし、決して施設の人を責めるわけにもいかないし、いやーもう私たちで大変なのにそれをね、施設の方々が見ていただくっていうのは本当に大変だったろうと思います。けれども、そんな状態ですから、夜中に施設を抜け出してね、そして不思議なもので、 お寺の方へ向かって、どうやって方角がわかるのかわかりませんけれども、裸足で歩いて、そして夜中に道路際の側溝に落ちてですね、血だらけになって警察から連絡があったっていうようなこともありました。今だから話せますけれども、あの時の両親の自分たちを責める、自分の親をちゃんと面倒見れないという、そのことに対する申し訳なさ、けれども、 かといって、祖母を家に置いておくということができないというジレンマ。この葛藤でね、両親も相当苦しんでいたように思います。で、まあそんなことを私もずっと見て育ってきたものですから、何とかしてこの人間の老い、そこにできることであれば家族が向き合う。 あるいはできることであれば、人間はみんなこの小老病死の摂理に従ってね、病気になり、老いそして死んでいくというこの過程を一人でなく支え合っていくという社会の仕組みができないかということをずっと考えてきた者の,の一人です。 さて、英子さんね。英子さんの問題は何かというと、この認知症の進んだお母さんを自分の親であるからというその責任感からね、自分一人で見ようと思うことなんです。やっぱりね、人間にとって一番大事なこと、特に 少しでも何らかの病を抱えた家族を持っていらっしゃる人にとって大事なこと。これは何かというと、自分の心身が健全であるということ。これを何よりも大事にしていただきたい。疲れることはある。大変なことはある。切れそうになることはある。けれども、どこかで自分の体力と精神力、 これが尽きてしまったら、病を抱えている家族を面倒見るってことはやっぱりできなくなっていくんです。今でもこの社会の福祉というのは完璧ではありませんけれども、以前から比べたら、ずっと周りに助けてくれる施設や人が増えてきた時代になりました。どうか、英子さんね、ご自分の 体力、そして精神力、そして日々の生活の中での自分の人生ということも、それをね、まず基本に置きながら、その上で自分の育ててくれた母を、の老いを、母の認知を、そして母の死を、いずれは来るであろう母の死を、どう見据えて生きるかということを、これを機に、もう一度考えていただきたいと思います。 できるだけ自分で面倒を見たいと思うんであれば、時々、誰かヘルパーさんに助けていただくとか、また同時にね、自分が、やはり母を支えていくっていうためにね、誰かに助けを求めるんであれば、その人にお支払いするお金も必要でしょう。だから自分も働きに行かなければいけないってことも出てくるかもしれない。でもとにかく、自分の生活、最低限の生活と、 体力と精神力をきちんと保ちながら、またそれができるからこそ、母を面倒見ていくことができるわけです。でもそこにね、誰か他の人の助けを借りるということは決して恥ずかしいことでもないし、ダメなことでもないんです。ですから、どうかね、一人でこれを抱え込まず、誰かの力を借りてください。探せば何らかの形で、 エコさんの力になってくれる施設や人がいるはずです。そして最後にもう一つ。苦しき時こそ、修行の時だからこそ、倍花を持つということです。修行僧にとって禅寺に植えられた一本の梅の木が、その一番苦しき時に、積雪の中、 寒い極寒の雪の中、ぽっと花開いたそのピンクの赤いつぼみに励まされるように、何か一つ、この認知症の母を面倒見ていくという人生の修行とレッスンの中で、自分にとってのバイを持ってほしいんです。それが何であってもいい。けれども、どこかで 自分がこの時間、これに触れることによって、少し自分の心が落ち着く、癒される、勇気をもらう、元気をもらう、また頑張ろうと思える、そう思える何かを自分で見つけていくんです。自分でその梅の木を植えるんです。完璧な人間はいません。どこかで、 体力がなくなり、気力がなくなりしていけば、最悪の事態を招きかねない。これは、認知症の親を持った、抱えた人、それから、たった一人で子育てに苦しむ人、いろいろな状況で当てはまると思います。私からの、処方箋アドバイスは、二つ。一つは、 誰かの力を借りてください。全部一人で囲い込む。これはやめた方がいい。もう一つは、梅花を植えることです。梅の木を植えることです。自分にとって心の励ましになるもの。できればそれがお酒を飲むとか、ね、何らかの形で自分にとってね、このストレスを紛らわすための望ましくない習慣。 というものでない自分の心を励まし体を健康にしていくそういったものでいいどこか息を抜いていく時間を作りもう一度母と向き合えるという精神力と体力を回復する時間を作るこれは修行中といえどもとても大事なことなんです決して母から逃げるわけでない決して 母をいい加減に扱うわけでない。いや、むしろ、この老いと死に向かっていかれる自分の大切な母を、ときちんと向き合うために、まずは、自分を整えていく。人の助けを借りること。そして、自分にとっての梅の木を植えていくということ。この二つを、 意識してねできるだけ早い段階で自分の生活の中に取り込んでお母さんに寄り添ってあげてください応援してていいます頑張ってくださいあるいはあなたは行動ができていたとしてもそれが自分が求めたい望ましい結果に結びついて いるでしょうかお聞きしますあなたは行動力がありますか